そうですね、まあ、やっぱりあのブレイキンやってる人たちのほとんどがやっぱり BC1 のステージで、まあ、ステージに立ったりとかそこで優勝するっていうのはみんな結構目標にしてる人がすごい多い大会なので、まあ、それを優勝したっていうことで結構いろんな人から、まあ、あのメッセージをいただいたりとか喜んでもらえたりっていうのはすごいいろんなところから話を聞いたりとか実際に見たりとかしてこういつももちろん応援して常に応援してくださってる方もたくさんいるんですけどやっぱりこういった時にこういったタイミングで改めてなんかそれがこう目に見えてあのとか、まあ、実際にこう声をかけてもらえたりとかしてあ本当にいろんな人に支えられてるなっていうふうに今回特に感じました。ちょっとこう実感が湧かないみたいなのももちろんあったんですけど、まあでもやっぱりめちゃくちゃ嬉しかったですね。なんかその大会優勝、BC1 優勝っていうのもすごい目標にしてたんで嬉しいのは嬉しいんですけど、結果としてなんかそれ以上にやっぱりこの BC1 に出場するっていうのは決まってからのここのこうずっと自分でそれに向かってやってきたプロセスの部分でまあきつい時もあったりとかもしたんで、もちろんなんかそれがこう結果にあの出たっていうのが結果一つっていうそれだけよりもそっちがもっと嬉しかったですね。そのやってきたことが形になったっていうそっちにすごい嬉しいなってその瞬間思いました。そうですね、やっぱりめちゃくちゃインスピレーションというかインスパイアされてます。自分がこう結構きついなみたいな体がきつかったりとかするような日の練習でもやっぱり隣で一生懸命やってたりっていうのを見てると僕もそれがエネルギーにもなりますし、まあ、少しでもその自分が頑張って何か結果残したりとかその、まあ、やってる姿で他に周りでやってる他の競技の人たちに少しでも何かいい影響を与えれたらいいなっていう気持ちも逆にもちろんありますし、やっぱり他の方たちが周りであの活躍してるのを身近に感じてあの見てるのでやっぱり自分もなんかこう頑張って結果残したいとかあのちゃんとそんなも置いていかれないように自分もしっかり食らいついていきたいっていう風ななんかこう高め合いというかそういうまあエネルギーはすごいもらってますね。そうですね、まあもともと僕と姉四つ上の姉が、まあ、今回の BC1 も僕は男性の方で、で姉は女性の方で、まあ、カテゴリーで出てたんですけど、その姉が僕よりも先にブレイキンを始めていて、まあ、それの影響でこう練習場所だったりとか大会だったり、まあ、その姉が関わってる先輩の方たち、お世話になってる先輩の方たちとかにも、まあ、その弟としてやっぱりいろいろ声かけてもらったりとか可愛がってもらってたっていうのもあって、自然とそういう場に行く機会っていうのもすごい多くなって、でやっぱりこう見ていると最初はこうピンと来てなかったかもしれないんですけど、どん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 やっぱなんかかっこいいなと思ってきたりとか自分もやってみたいなって思うようになりだして、でこう気づいたらこうなんかこうタオルを頭に巻いてちょっと三点倒立とか、まあ、僕たちのブレイキンでいう基礎のまあチェアっていうフリーズとかがあるんですけど、まあ、そういうのをまあちょっと気づいたら自ら身を見まねでやり始めてたみたいな、そういう感じが僕のスタートです。もともとはそうですね、何個かスポーツやってたんですけど、まあ、真剣にその競技選手としてやってたのはトランポリンっていう競技で、それはしばらくの間ブレイキンを始めてからも数年間はずっと並行して両方とも両立させながらトランポリンの大会も、選手として出てるし、ブレイキンのイベントにもダンサーとして出てるしっていうのを、最初のブレイキンを始めてからおそらく、まあ、3、4年ぐらいはそういったあの並行した状態で両方やってました。僕自身やっぱりその今はこうやってブレイキンが少しずつカルチャーの面を残しながらスポーツっていう一面も見せてきてる、まあ、ここ最近なんですけど、その前僕が始めた頃とかはもう 100% もうカルチャーしかなかったので、あのやっぱりその自分がそれより前にやってたトランポリンの競技的な、まあ、練習だったりとか、まあ、コーチとかそういった環境も全部含めてですけど、全く違う環境になったのでブレイキンに関しては、でそれを並行してたっていう生活の、時期もあって、まあ、僕自身としてはもちろんトランポリンを真剣にやってた時はあのいい結果を少しでも残せるようにやってたんで、
もちろん全力でやってたんですけど、いざこうブレイキンにこうどん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 のめり込むようになったぐらいから、自分はどちらかというとこういったこう正解を自分で作るみたいな、あの少しこうアーティスト的な部分も含まれたような、まあ、競技というかジャンルのものの方が向いてるんじゃないかなっていうふうにあの感じるようになりましたね。特に趣味とかでもやっぱり絵を描いてたりとかするのもあったりするように、やっぱり自分でこうゼロから何か一を作るみたいなのが結構こう多分自分的にはすごい好きで、その過程がで、もちろんその一を、まあ、2にしたり10にしたりっていうのももちろんあの楽しいし、あのすごいことなんですけど、自分はどちらかというと多分正解が決まっているものに向かっていくよりも自分で正解を見つけに行くみたいな、作っていくみたいな方が多分やってて楽しいのかなっていうふうにあの感じてますね。なので多分ブレイキンが自分の性格というかあの生活に合ってるんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱり僕結構そのいいなって思ったものを見る側、そのファンに回るんじゃなくてやる側に回ることがやっぱり多くて、いいなって思ったものは見てるだけじゃなくて自分でもやりたくなるんで、あのもちろん最初は全然一つずつステップ踏んでですけど、まあ、映像編集だったりっていうのも全然、もちろん自分は普段の生活の中で、まあ、たまたまですけどプロの方とかとも、映像編集のプロの方とも、まあ、関わることがあるんで、もちろんそのレベルではにはもうかけ離れてるっていうのは分かってるからこそ、なんかあえてこう自分のメインのブレイキンと違ったものを一つの、まあ、趣味というか、なんかこう、まあ、リフレッシュできるものの一つとしてなんか挑戦するのって楽しいなってすごい思うので、そういう意味で本当に好奇心で少しずつやっていって、まあありがたいことに周りにそういう知識が多い方とかもいるんで、各ジャンルというか方面で、まあ、そういった方に、まあ、少しちょっと聞いてみたりとかもしながら、まあ、なんか知ることによってその人、そのプロの方たちの凄さにも気づけますし、まあ、リスペクトできる一つのきっかけにもつながるんで、なんかやってていろいろ少し触ってみるっていうのは好きだなと思って映像編集もやってます。まあ、ブレイキンの本当にだからやってるし、やってる時っていうそういった意味で言うと、大会とかで自分のこう動き一つでたくさんの観客のいる会場が一気にバッて一つになって盛り上がった時とか、もちろん優勝したりとかして結果を残してたくさんの人から歓声をもらえた時とかっていうのは、あ本当にやってて よかったなというか、本当に楽しいなって思える瞬間ですし、まあ、それ以外のちょっとこう生活ライフスタイル的な意味で言うと、やっぱりその自分は小学生ぐらいの時から、まあ、頻繁に海外に行くようになって大会 で中学校1年生から一人で海外に行くようになって、で、まあ、英語も徐々に、もともとダンスを始める前から英語を勉強してたんですけど、まあ、こう使うようになってよりそれがもっと身についてきて、まあ、中学校から一人で行き出した時とかはまだやっぱり少し自分の勇気がないとやっていけないような旅とかもたくさんあったと思うんですけど、なんかそういった経験って絶対ブレイキンをやってなかったら、まあ、なかったんじゃないかなっていうふうに思うんで、なんかその技術的な意味、まあ、大会の結果とかそういうものだけをブレイキンから得てるっていうよりかは、もう本当になんかこう人生を通してなんか人との関わりだったりとか物事の価値観とかも全部なんかそういうブレイキンスタートで一人でそうやって海外で生活したりとかっていう一つ一つのその経験の中からどんどん影響を受けて自分の今がこうどん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 作られていってるんじゃないかなっていうふうに僕は感じるんで、こう競技から少し離れたところで言うと、そういった経験ができたっていう、できてるっていうことを成長させてもらえてるっていうことがブレイキンをやっててよかったなって思うところです。まあ僕にとって、まあ、本当に生活の一部なんていうレベルじゃないですね。生活の本当 大部分を占めてるって言ってもいいぐらい、本当にここでもうしんどいなって、結構体がきついなって思う日もあったり、調子がいいなって時もあったり、嬉しかったりとか悔しかったりとか、そういうのいろんな自分の心境
体のコンディションの中毎日ここで時間を過ごしてるんで、そういう意味では本当にもう一部どころじゃないですね、ライフを占めてるなって思います。まあ本当に今はこう自分のベースになってる場所だなと思います。まあ、そうですね、やっぱりそのブレイキンがやっぱり一つこのオリンピックっていうものを通して、今までカルチャーとしてもだけの時、オリンピックっていう物事がスタートする前も常にこう大きくなっていってるというか、たくさんの方に知ってもらって、どん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 このシーンが大きいものになっていたんですけど、こんだけどん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 大きくなるだろうなっていう感覚、その予想をはるかに超えたスピード、速いスピードで今このオリンピックっていうムーブメントを通してブレイキンっていうものがたくさんの人に知ってもらって、世界中で大きいものになってきてるっていうふうにすごい感じていて、やっぱりそれはこう身近なもので言うと、自分自身テレビで見たりとか、そういうのを見たよって周りが言ってくれたりとかっていうのとか、あとは一般の方、ブレイキンを全く知らない、ダンスを知らない方が僕のことを知ってくれたりとかっていう、そういうことってなかなか今までそのオリンピックっていうムーブメントが起こる前はなかなか起こらなかったことだと思うので、そういう意味ではやっぱりオリンピック2024年、まず最初は2024年からですけどにブレイキンが関わるっていうことに関しては、やっぱりそういうところが、環境でいうとそういうところがだいぶ変わったなというふうに感じます。そうですね、まあやっぱりその応援してくださってるっていうのはすごい身に感じることとかも時々あったりとかもして、それはやっぱりすごい嬉しいことだし、当たり前のことじゃないなってすごい感じているので、まあ、それはなんかこうポジティブに捉えて、あまりプレッシャーっていう、 なんかこう自分に対して圧をかけるのは風にはまあ持っていかないように、今回のオリンピックだけじゃないですけど普段からそういう風には意識してるんで、まあ、でもなんかその例えば金メダルだったら金メダルを取れる器じゃ なかったら、その時に多分プレッシャーを感じると思うので、その2024年に向けて、まあ、もちろん練習とかそういう細かいところ、トレーニングとか細かいところからそうですけどスタートですけど、まあ、その頃には金メダルを取れるちゃんと器でいられるようにここから用意していこうかな。そしたら多分プレッシャー、その応援っていうものがプレッシャーに感じることなくエネルギーにして出せるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そうですね、まあでも本当に自分がステージに立つ大会は、まあ、どれも全力で 100% でいきたいなっていうふうに思っていて、まあ、それの規模がの大小違えど、やっぱり僕はそこには同じ魂、同じ分だけの魂を持っていこうっていうふうにすごい思っていて、まあもちろん今回優勝することができたこのレッドルビッシュワールドファイナルっていう大会は、やっぱり自分の中でその中でも少し特別な大会ではあるので、もちろん今回優勝っていう形でもちろん嬉しいんですけど、やっぱりここからまだブレイキンのその B ボーイ、男性の方では成し遂げられてない2連覇だったりとか、何回今後この大会を優勝できるかっていうのとかの方にも今は気を向けてるかなっていうふうに思いますね。もちろんまずは一つ一回優勝するっていうのをすごいフォーカスしてたんですけど、まあ、一回優勝して、まあ、それで満足したらそれで終わりになって、次はじゃあ2連覇かなって優勝した時に感じたんで、まあ、そこに向けて、まあ、身近なそういう来年とかだとそこに向けてやったりとか、本当に長いスパンでも別にじゃあ来年でまあ勝ったら終わりなのかって言われたらそういうわけでもないし、まあ、常に常にもう自分の前にあるチャレンジ、挑戦するものには全力でいきたいなっていうふうに思ってます。はい、そうですね、まあ、あえてなんかやる前からゴールを作るとなんかそこに向かっていっちゃうんで、あんまり好きじゃないんで、そこまでなんか明確には作らないかなっていうふうには思ってるんで、その、まあ、一つ一つこうなんか挑戦で登った時にその先に何があるかっていうのを、例えば今回とかだったら1回のまずレッドブル優勝っていうのを、やそれに向かってる時はやっぱもうそれしか見えてないんで、この山の登ってる時はで、それが見えたその瞬間によし次は2連覇を狙おうとか、そういう風な新しいものが見えてきたんです。その頂点
登った時にその先の光景が見えて、でまたその山に向かって歩いていくっていうのが僕の中の感覚なので、まあ、それをこう試行錯誤しながら10年間やっていくんだろうなっていうふうに思うんですけど、まあ、その長い10年間を通して一人の B-boy としての成長だったりとか、まあ、歴史的な快挙だったりそういうものをどん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 もちろん残していきたいっていうふうに思ってるんですけど、そこだけじゃなくてこの僕がすごい好きでずっとやってて自分のライフスタイルになってこのブレイキンっていう、まあ、カルチャー、シーン、競技を僕がこういい方向にみんなの予想を超えるぐらいの速さで、まあ、大きくしたりとか進化させていきたいなっていうふうに感じていますね。個人としてだけじゃなくてなんか、まあ、Shigekix がいたからブレイキンっていうシーンが今こんなことになってるねってすごいねって言ってもらえるようにしていきたいなって思ってます。それだけブレイキンには魅力があると僕は思ってるんで、まあ、その魅力があるのになんで分かってくれないって言ってても仕方がないんで、その魅力を自分の活動を通して世界中に証明したいなっていうふうに思ってます。応援してます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。Yo, let's do this. Got picture, homie, rolling. Let me offer my condolences. You don't know just how I'm doing. And the silence gold, I'm broke, cause they know I'm for talking fluent. Got them under the influence, the truest is talking to them. But a Kanye ego bumping to my music, I'm eschewing. I just doing for the day, gonna have to get explicit.